どうも、僕です。94年の J リーグを勝手に振り返ってみたいと思います。今回はジュビロ磐田です。94年に J リーグに参入しました。まだこの時はちょっと発展途上のチームでした。代表の監督もやってましたね。選手を呼ぶ時ね、指笛で呼ぶんでね、ラモスがね、俺たちは犬じゃねえって怒ってましたね。ゴールキーパーといったらね、ベテランの森下です。元日本代表でね、端正な顔立ちでゴン中山の次に人気がありました。マリノスからね、勝也が移籍してきました。ジュビロの前身はですね、1972年創部のヤマハ発動機サッカー部ですね。この年ファーストステージ7位、セカンドステージも7位、全体でも8位という成績でした。この94年からですね、96年にかけてね、ジュビロにね、後に黄金時代を築くね、選手がね、続々とね、加入してますんでね、見ていきましょう。まずね、田中誠、鈴木秀人もね、この年ではないけどね、後に活躍しますよね。吉田光則ね、日本代表でした。あとファネンブルグもね、やっぱ元オランダ代表ということでね、テクニックありましたね。藤田もこの年に入ってますね。2001年にね、MVP に選ばれています。そしてね、ドリブルうまかったな、奥もね、この年に加入してます。宮古島でね、交通事故で亡くなってしまったのはほんと残念ですね。冗談じゃないよ、まったく。ということでね、ゴン中山のゴンはね、ビートたけしがやってたね、鬼ヶ原ゴンゾーのゴンから来てるそうですね。そんなにでも顔似てないですよね。それよりもこの鈴木がね、なんか若い頃の立川談志みたいな顔してますね。まあ、それはいいとして、これ松原も神あると誰か一瞬わかんなかったっすね。はい、ということでね、あとは外国人です。スキラッチね、やっぱすごかったですね、得点感覚。はい、そんな感じでジュビロでした。